どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人大野栄と申します。よろしくお願いしますね。今日もねリアタイやっていきたいと思うんですけども、このルーレットヒッターね、まあ、いろんな方からねアドバイスいただきました。はい、本当にありがとうございますね。まあ、これはやっぱりエナジーを割らないと150点ね、この報酬減突、S ランクの減突、いけないということを教えてもらったので、今回ってるんですけど、34点だからあと116点必要なんですよね。これもう相当きついっすわ。はい、自操作、自分で操作する方でやらないと、そのコイン、何でしたっけ、このメダル、ヒットメダルがたまらないじゃないですか。あれがめんどくさいですね、これ。だからちょっとね、1時間でね、試練の方で回ってるんですよ、僕。試練で、いろいろやってて、まあこれ、ちょっと1時間ね、試練大解放して、まあ試練大解放じゃなくていいか、この陰の試練をね、ちょっと1時間がっつりやっていきたいなと思います。はい。その前にね、まあリアタイですね。いや、本当にね、このルレヒは本当に結構大変ですね。はい。この前のスターロードは全然簡単だったんですけどね。で、今日、勝っても負けても、ブロンズランクからシルバーランクに昇格します。はい。ただね、勝って決めたいと思います。はい。さあ、さよならブロンズランクということでね、いよいよシルバーランクに突入するわけですけども。まあね、どういう風に違うのか。ね。でも、もう僕ね、全国大会でプラチナランク3とかの人と戦ってるんで、まあね、ほんとね、3の人でもなんかいろいろいますね。本当にこの人にはもう勝てないっていう人もいれば、あれプラチナランク3でもいけんじゃないかなっていう人もいるし、そこはね、おー、松坂投手だ、初めてです、対戦相手で松坂投手出るの。はい。うわ、しかも松坂投手の何 S 持ってんだ、うわ羨ましいな。さあ、こっちは先輩西口投手でございますよ。先輩後輩対決じゃないですかねえ。さあ、西口 VS 松坂ということでよろしくお願いします。掛布さんいんの、めちゃめちゃ強そうだな。かけ、お願いします。掛布さんいるっていうのはなかなか。わ、しかも何このオリックスのなんか、ユニフォーム、まじまじと見たら結構かっこいいですね。さあ行きましょう。D カーブ。もう僕、松坂として自分で使ってるんで、わかりやすいですよ、結構。ああ、ちょっと待って、もう、多いな、最近そういうの。いや、今更お願いします。さあ、なんかちょっと多いよな、そういうの。なんかね、ちょっと多いんですよね。なんかね、引っ掛けるのがすごい多くなってきたんで、最近全然打ってないし、3割切っちゃったし。さあ、川端選手、ゴー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 。まあね、松坂投手はね、僕自分で使ってるんで分かりやすいっすよ。ナイス戦。全部ストレート？あー、全然落ちなかったな。まあ全然しょうがない、それはもう全然いいっす。さあ、柳選手行こう。柳選手打ちました。内角の球がね、なかなかね、引っ張れないんですよね。今日ね、西口投手で、オープナーでいきたいと思います。オープナーって皆さんご存知ですよね。1回1回交代で、ちょっといきたいなと思います。先発1回、抑え1回、もしくは、特別延長になったら、もう1回誰か、だから2人か3人。危ないな。これがね、入ってくるんですよ。えぐいっすよ、これ。入ってこなかった。えぐいな、これ入ってこなかった。これがね、入ってこないスライダーなんですよ。これ入ってきちゃったよ。ありがとうございます。このね、使い分けが西口投手やっててめちゃめちゃ面白いですよね。あれ、これどっちのスライダーなのみたいな。入ってきたよ、みたいなね。入ってくるのかよ、このスライダーは、みたいな。いや、これは入ってこないのかよ、みたいなのが、西口投手やってて面白いですよね。ここはストレートでいい。ナイピ、これはナイピだ。オッケー。なんかね、もう掛布さんとか夢あるな。
掛布さんは夢ないですか、なんか。うん、これは入ってこないですよ。振っちゃいなよ。あ、入ってきた。なんで入ってきたんだ。ここはストレートですね。 OK。 あ、振り遅れてる、振り遅れてる。うん、よしよし、いいぞ。さあ、うちでね、最も期待できる選手誰ですか、バッター誰ですかって言われたら、僕は若大将というふうに答えます。はい、若大将に決まってるじゃないですか。一番いいですよ、この人。うわー、ちょっと待って、全然落ちないじゃん。ちょっとやばいな、もう全然落ちない。ちょっと待って、全然松坂さんのこと分かってないじゃん、僕。自分で分かってるとこ豪語しながら。あー、振り遅れた。ないわち、ないわち。あのね、松坂さんってね、まあもう言わずと知れた大エースだと思うんですよ。日本球界でももうナンバーワンの投手だと思うんですよ。あの歴代でもやっぱすごい投手ですし、でもね、やっぱこのリアタイってなると結構ね、打てるんですよね、多分。うん、僕そのまあ、これ初めて対戦しますけど、タイムタイムタイム、ちょっと喋りながらやりすぎてる。あー、昨日ね、アジャさんで来ましたからね。ここはね、僕、西川選手行こうかな。アジャさんがね、昨日来たんですよ。昨日の動画見た方わかると思うんですけど、アジャさんが来て、でサブアカの方もアジャさんで、うん、オッケーね、バッチーねー。代打、成功ということでございます。結構ね、松坂投手はね、打たれるんですよね、僕もやってて。うん、ただ結構勝つんですけど。ナイバッチー。結構ね、だから使ってる人あんま見ないんですよ、松坂投手って。うん。本当はね、すごい大エースですごいピッチャーなんですよね。さあ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 、どんな、うん、縦カットそんな落ちないんですよね、これね。これね、打ちやすいんですよ、縦カット。これはだからね、縦カットはね、使っちゃいけないんですよ、松坂投手の時は。ナイバチ。あー、落ちない、落ちないわ。スピリッツが高いな、やけに。相手限界突破してるから。あー、まただまただよ、丸さん、丸さん、またじゃないか。さあ、オープナーとね、宣言しましたから、でね、一塁、こうね、アジャさんの方がいいんですよね、守備いいから。うん。で、まあ、レフトは岡本選手でいいか。うん。あ、で、ごめんなさい、ごめんなさい。間違えた、間違えた。ピッチャー、ピッチャー。ピッチャー、オープナーですから。今日はオープナーと宣言したんでね。沢村投手いきましょうか。まだレベル49か。ちょっとミスったかな。ねえ、オープナーで。うわわわわ、変化量もめちゃめちゃ下がったな。やばい。ここは通信ファーストですね。オッケーいいよ。ナイビニー。うわ、中田選手すごいえぐ。ここはね、打ちにくいっすよ。うん。外れたしね。まあ、僕ね、沢村選手、本当結構なんか、ちょっと待って、おい、ありがとうございます。ちょ、集中。OK。ナイスさあ、原さんいいよ。さあさあさあ、勝って、ブロンズランから、ね、卒業したいと思います。はい、レフト、ね、岡本選手、OK です、ありがとうございました。いやー、今日はいいピッチングで、いい試合でしたね。うん、なかなかいい試合でした。今日はもうね、ずっと試練もあって、ルレヒね、150点、もうなんか皆さんね、口揃えて言うんですけど、原突は絶対取った方がいいって言うんですよね。うん、僕一番最初、誰のアドバイスももらわないで見た時に、あ、これは走らなくていいやと思ったんですけど。はい、ルレヒはもうやります、ちゃんとやります。はい、さあ、ブロンズランクからシルバーランク、ありがとうございます。オッケー、ありがとうございます。嬉しいっすね。うわ、シルバーランク1はなんか嬉しいな。うん、いよいよ僕もここまで来ましたっていう感じでございますね。次、松坂投手か。うん、うわ、嘘、この人、今の人、吉田正尚選手の S 極み持ってたんだ。うわ、怖っ、
怖いわ、めちゃめちゃ強いじゃん。ということでね、シルバーランクいきました、ね、ありがとうございます。まあね、結構アジャさんも育ててるし、柳田選手、中村選手も育ててるし、結構ね強くなったんですよね。うん。あ、で、あの全国大会、いや、このね、全国大会やるとね、なんか狂うんですよ、本当に。全国大会むっちゃ早いから、今7勝7敗ですよ。はい、頑張ってる方ですよね、多分ね。で、今3500ポイントなんで、 S ランク契約書が欲しいから、あと10円な6000ポイントまで欲しいから、あと2500か、うん、これもね走らないといけないんで、もうやることいっぱいありますね。プロスピード話ありがとうございます。ということで本日の動画以上となります。この動画良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方、そしてもし良ければね、コメントの方ね、ぜひぜひ、やっていただける、書いていただければと思います。返信は必ずします。はい。さあ、明日の予告先発は松坂投手でございます。限界突破2つしてる A ランクでございますね。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。